はい、皆さんこんにちは。本日は2024年7月1日月曜日、午後4時26分を回ったところでございます。いやー、昨夜からのね、豪雨ね、暴風、もうまるで台風並みでしたよね、ここら辺はね。今日は、まあ今のところちょっとね、穏やかにどんよりとしておりますけどね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。はい、今日も元気に配信したいと思います。で、昨日ですね、その南郊外の真実、あそこまでうーってやってるとは夢にも思わないでしょう。だから普通この程度のね、首のこのだれ、前傾ですね、前傾に対してあそこまで鼻声にするわけがないじゃないですか、先生の前で、ね、だからその前傾した時っていうのはもう胸郭がちょっと下がって、もう呼気のね、呼気をしてます、呼気ですよね、呼気を半分した状態なんですよ、ああみたいな。でそれで呼気のエネルギーの方が勝るんですね、こうやると。ですから南郊外も下げちゃうと、さらに呼気だ。ですから息がすっぽ抜けたようにあーってなるんですよ。ということはね、バランス論から言うと、首がこう前傾して胸郭が下がった時っていうのは南郊外を上げる調整を、メインにするとバランスが取れるんですよ。だけどその形っていうのは最高音で輝きがなくなるんですね、ちょっとね。パッサージュが開きやすくなるし、ぐらつきやすくなるんですよ。これはですね、やっぱり吸気の力が南郊外を上げるだけでは足りないっていうことなんですよね。はい、面白いでしょ。で逆にここを吸気の力を増してですね、首もねこういうふうにこうやった場合に、思いっきりその反対の南郊外をですね、呼気の状態にね、偏らせることができる。そして作ったバランスっていうのは非常にマックスに近い、明るさと深さができるんですね。そこら辺をですね、今日も紐解いてみたいと思います。それで共通してこうなった時のメリットというのは、郊外水のね、南郊外の入り口のね、こういうところがですね、アーチ型のところがですね、こうちょっと垂れ下がって、でも郊外水は上がりますよ、垂れ下がって横になんかこう開くようなイメージ、鼻の奥のこの喉と融合するところを横に引っ張る、それがいわゆるこういう仕向けじゃないですかね。それってあーって喉の下の方じゃなくて南郊外のところ、それはですね非常に感じます、その重要性は。それがそういうイメージがなくて出すとですね、やはりこうふーっと締まって、縦に締まって、首が前傾して胸郭が下がりやすいポジションになるんです。ここの抵抗が強くなるんですね。はい、今日はトロバトーレのウーディステ、コンテとの二重唱ですね。私はコンテを歌います。で今のね、理論で言うと首が前傾するとですね、ね、南高外を上げてちょうどいい。オーディステ、ホメルベンジラスフレルフィーリオ、エドラマドレイローゴ。ね、こういうことなんですよ。で、じゃあ、この状態から同じバランスを構築すべく、だんだんこう起こしていきますね。オディステ、オメルベジラスコラルフィリオ、エドラマドレロゴ。同じ結果を生み出すために南郊外が自動的に下がるんですよ。これをこういうふうに変化をした時に、面白いでしょ。オディステ、オメルベジラスコラルフィーロ、エタラマドレイロー
で、その時に、こうやって、ね、軟膏蓋をこう引っ張って、横に引っ張って、で、軟膏蓋下げる、仕向けをしてた時に、なんていうかな、これが開くっていうのはね、人間ね、喜んだ時なんですよ。喜びに満ち溢れて、お腹いっぱいの感じ。空気でお腹いっぱいの、気持ちいっぱい、お腹いっぱいって感じなんですよ。その満腹感がないと、その分空洞化してるんですよね。その分、すぼもとしてるんですよ。だから満腹感で中から圧力がかかってね、すぼみはしない。こういう状態が理想なんです。オーディスタイ、コーベルベンジーラスコーラルピーヨーエドラマドライフォーアブソフォルセクエルポテルケピエロインメトラズミセルペンチェオトルミトッチどんなペルメフネスか、オペラエモイ、リプレゾカステロール、ディレイコンテッサンノネビ、エフロインダルノトンテリチェルケタンテ、オトベセイクルテ、オザルポトレスティオザルポトレスティタティタティティタタタテトゥダリリトゥダリリアイオネリバルセンティルピタ全部空気で満たしてイオネリバルセンティルピタダンティンダンダンエソベンデッタミオノメベンデッタエソミオノメベンデッタエソミオノメバッ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 はい、軟膏蓋をですね横に引っ張り伸ばす感覚を得得する、まず一番簡単な方法は横に口を開いてみる。笑って横にってやると、とりあえずこう引っ張る。それでその状態を覚えたら、今度は口を引っ張らない、そこだけを引っ張る。ってやると後ろができるんですね。だから後ろの感覚がわからない人は、とにかくこう横に引っ張って首をこう縮めるんですね。顔を引っ張るとこう縮まりますから、笑った時のように。横から入るっていうのは初心者はすごく大事です。下手に縦から入るとですね、わっけのわからない、全く意味のわからない、あーみたいな声になっちゃう。実際いますよ、そういう人。ね。ああ。こういう形、うなだれた形だと、こう縦にやって、軟膏蓋を上げるしかないんですよね。おーデリデニョレンドレボーレケジョラソルテフロー、ここら辺が開きやすくなるんですよ。フローこっちがないんで、埋まるところがなくて、こっちに荷重がかかるけど、ここでは限界があるので、こっちに行こうとしても、止めつける緊張がないんで、上に拡散するんですね。だから、ここら辺から、ウォ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 とぐらつく、韓国人か、バリトン歌手。そういうことなんですよ。フローミ、フローここに過剰にかかる。フロー薄くなる。で、これを、こうやると一挙に開花するんですよ。オーデリンデニョレンドレ埋まってるでしょ。ボーレピジョラソルテフローフローこっちが埋まってるんで、ぐらつかないんです。
埋まるん。ロンミラトラチスパチミジェントピカソモルテイルロミエテュタリビラディボンパルミアフロールイルロミエテュタリビラディボンパイルミアフロール。あの理にかなってるでしょ、私の言ってること全部体現して表してるんで、いかにね、いろんなパターン知ってるかという。ピューラーピューピューラー、ここが硬くなってる人もいます。ピューラー、もうこれは体と全く関係ない声ですよね。ピューラーミエピュータリービレ、冗談みたいな声を出してる人もいますよ、本当に。それよりもまだ、ピューラーミエピュタリービラー、こっち側の止めを強くする韓国パターン。ディボーンパイミョフロー、ピューラーミエピュタリービラー、でもやっぱりこの形よりはあの埋まってるところがね、あの小規模なんですよ、前側だけなんですよ、こっちが埋まってないんでちょっと不足感がある、あの魅力的な声の領域まで行ってないんですよ。すごいんだけども、あ、これ韓国人の声だな、あ、日本人の声だなってね、それで、あ、この人誰っていうふうにあの興味が湧かない、それ以上興味が湧かない、追っかけたくない、そういうことになるんですよね。それじゃダメなんですよ、オペラ歌手は。え、これなんていう歌手、ここまでね、個性が出なきゃ、何人の声で終わっちゃうんですよ。ピュラーミピュタリピラディボンパイミョフローラピュラフロール。やっぱ違いますよね。この違いが分かるようじゃないとダメですよ。エピューテリーピラリバンパルミオフロール。ピューラーミエピュータリーピラリバンパルミオフロール。ピューラーミエピュータリーピラリタリピラディパンパイミオフロール。軟口蓋のこの横のストレッチが効いてると最後にここにガッと埋まるんですね。それが効いてないと埋まらない分、こっちがなんか埋まらない分、こっちでなんか仮の埋めを求めようとするんですよ、声は。ですから相当な喜びの感情が必要ですよ。あの根底で人生に絶望してる人はこの声出せません。レッソの涙こんなのてめら少したちなんか取りにくいな、ここちょっと飛ばしてフロチューラーのじゅーのりーたたきたたたたたたおー。ですから軟口蓋がねのところがこう鋭角になってしまるとダメですねもっとこうやって、そのこうやったところにガーッと力を埋める作業が必要になってきます。空気圧で軟口蓋がガーッとこうね押し広げられるような
で、軟口蓋が多少下がってるんですよ。上げる下げるじゃなくて横に広げるっていうベクトル感じてますか？もうね、盲点だらけなんですよ、もう本当に。ロッテケパルイボンジミミボルジルデッタンコーラオミパモデリオカンドアスコルタイフィノロトミアトミアリペッティロイドビオコルセラアキョアキョケドテナフデンドロドテアヨロケドペナフデンドロドテなったなった。次がトミア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 アフミアキョロケドペナアペナフミアトミアフミアトミアアフミアキョロケドペナアペナジュロスティペンサチトミアトミアリペティロイドビオコンセナニョロクニョクロペナウンデドロダテシウンデドロダテシウンデドロダテド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 テ。ね、こうなんですよ。こう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 中真ん中はこう、そこまで解明しています。誰ですか？闇雲に、はい、上げて上げて上げて。だからダメなんですよ。いろんなこのね、首の角度の前提によって現象が異なるということはですね、分かってないということはやっぱり研究してないということなんです。いい加減だということなんです。よくもそんないい加減のままでいられるなというところが歌声からも、分かりますよね。ナブッコのアリア DOD ジューダ、これはね、検索してもあまり韓国人が好んで歌ってないですね。これね、難しいんですよ。前側の処理だけではね、すっごい歌いにくい曲なんですよ。ですから大御所のね、人たちはのしか見当たらないんですよ。韓国人も2人ぐらいかな。ピエタリスペクトとかね、あそこら辺は相当いるんですけども、この曲はですね、韓国人のバリトン少ないですね、歌ってる人が。難しいんですよ。改めて、今日のね、その軟口蓋の脇の方、左右の脇の方が横に拡張する、そして若干上に持ち上げたところを気で埋め尽くす、こういう仕向けですよね。で、そこがこううなだれるとこういうふうに塞がっちゃうんですね。だから似たようなバランスにはなるんだけども、これよりもレベルが落ちるんですよ。処理能力が、声の充実度がね、ちょっと落ちるんです。パッサージョからちょっと空洞化するんです。それでは今日はですね、その技術を駆使して DOD ジューダ歌います。アリアから。D.O.D. ジューダーララーイルテンピオアテンサクラアテサクラソThank you.
ti ai miei riti struggerò. Tu m'ascolti, Giove l'Empio, rischiamo.自分でも分かりません。これからの研究によってですね、さらなる細かいね、ところ、発生の全容がね、解明されていくことでしょう。はい。そして、ですね、私の声も、どんどん加齢によ、これからね、高齢者に向かっておりますので、私の声がどうね、キープされ、どう進化していくか、どうキープしていくか、まあ、他のところが何か劣化したとしてもそれをどう補っていくかということまでですね、ケアして、情報として発信していきたいと思います。加齢に少々の加齢で声がなくなるっていうのはね、枠組みのが脆弱なんですよ。強い声は必要ないなんていうね、そういうなんかこう、もうオールオアナッシング的な最初の決めつけによってですね、こういう力強い安定したですね、しかも安全に出せるという領域に至れずに人生を終えるですね、声楽家もどきたち、あまりにももったいないじゃないですか。はい、頑張りましょう。人生最後までね、歌ってね、気持ちよく過ごしましょうよ。もう何だったら絶命の瞬間までファイーまたぐらいのね、そういう人生を目指してですね、日々、奮闘していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは今日は、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、次回までごきげんよう。さよなら。